柏崎刈羽原発で原子炉に核燃料を入れる燃料倉庫が昨日から始まりました。再稼働に向けた準備が進む中、県の技術委員会が開かれ、安全対策について国から説明を求めました。専用のクレーンを使い水中を移動するのは核燃料です。昨日午後5時過ぎ、柏崎刈羽原発7号機で原子炉に核燃料を入れる燃料倉庫が始まりました。24時間体制でおよそ2週間かけて872体の核燃料を7号機に入れる予定です。その後、制御棒を動かして核分裂の反応を抑えることができるのか、冷却機能が正常に動くのかなどを確認するということです。そうした中、今年度初めての県の技術委員会が開かれました。委員会では福島第一原発事故の検証結果などを踏まえて、柏崎刈羽原発の安全性に関する22の項目を示しています。今日は原子力規制庁を招き、これまでの審査の経緯について説明を受けました。議論の一つに挙がったのが、東京電力の原子力事業者としての適格性です。事業者の運転適格性っていうときに、やはりその信頼を得ていくということが非常に重要な点であって、システムや人材だけではなくて、いわゆる姿勢としてですね、どうなのかっていうところの疑問を持たざるを得ない。今回適格性確認はセーフティーに関してその技術力があるかどうか否かというところを確認してまいりました。技術委員会は安全性について議論を続け、まとまり次第報告書を作りたいとしています。能登半島地震については、新しい知見が出て、県の方としてもここの点検討していただきたいというような求めがあればですね、技術委員会としても検討していくと。花角知事は、技術委員会の議論を再稼働の是非の判断材料の一つに挙げていて、議論の行方が注目されます。